ずはちょっとね、みんなちょっと見て、ちょっと気になるものができてるの。ちょっとなんかなんかできてるんですよ。なんかできてる。3つずつぐらいにしよっかな。こうしてこうしてこうして、これでも1個飛ばしていけた気がする。あ、そうそうそう、あ、いいじゃん。高いか、もう一段下でいいかな。パタ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 、おお、グローベリーもいっぱいなってますね。トコ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 トみんな来ちゃった。ソラ先輩来ちゃった。ペコだよ呼ばれたのに来ちゃったって言われたよこの後ちょっと騙したい人を呼んで、うん、じゃあソラ先輩にはちょっと先ほどあの伝えたことをちょっと実行してもらいたいなと思うんですが、今日は一日よろしくお願いします。ペコよろしくお願いします。ペコじゃあちょっとこの方いけるかな。今ソラ先輩とマイクラしてるペコ、してるペコ遊ばない？裏でだけどつっとこ返事来ました。はてな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 って来ました。絶対この方にね、もう仕返しをしたいペコなんですよ。絶対仕返し？あ、来た本日の仕掛けをさせてもらうのはトア様。前回失敗、ある意味失敗してしまったペコなので、今回は勝ち目に行きたいと思います。このメンバー結構トラウマしかないですか？トラウマ？このメンバートラウマしかないけどね、これな。トラマ運転頑張って作ったよ。何？うわーやだーやっちゃった。トラウマ、え、なんかあったっけ？この3人で遊ぶことって初めてじゃないかな。え、あんたつけてるじゃん、エリトラ。え、嘘、ほんとだ、これペクロちゃんに借りたやつ。おい、借りパクしてんじゃねえペコだよ一応渡しとくね。あ、なかったんですよ。ほら、だと思いましたと。嘘、拾えないんだけど。あ、拾えた。じゃあ、ソラ先輩のところで行くよ。荷物持ちすぎじゃない？はーい荷物持ちすぎじゃないって言われたよペコで、お父様。え、荷物そんな持ってないです。あ、そうなんだ。はい、手ぶらぶらです。手ぶらぶらってないえ、私もなんか必要最低限しか今日持ってないよ。いや、いいペコですよ。待って、それちょっと怖いんだけど、何、必要最低限しか持ってない、その理由は。あ、違う、ずっと建築してたから。そうペコですよね、先輩とか言わない。うん、そうそう、だから見た目を可愛くするために必要最低限にそう、私もそうしよう。鎧とかいらんねえペコだから、エリトラとかも外しとこう。だって今日案内だし。ソラトレイン、なんかすごい。最終的にはホロサバのいろんな場所につなげて、なんか山手線みたいにできたらいいなと思うんだけど。素晴らしいペコ。あ、一回顔出てる。いや、それじゃなくて今トレインの話してるペコだろお前はめちゃめちゃ気になるでしょ、これ。こんな顔出てたら確かに本当だ。あ、一回ちょっと夜だからベッドで寝ませんペコか、一緒に。そうだね。え、じゃあなんかこれ今日の乗れたりするペコなんですか、なんかこれ。あ、乗れるよ。本当ペコですか？うん。あ、でもさ、その前にちょっと私さ、飲み物とか取ってきてもいい？あ、全然どうぞ。喉乾いちゃいますペコですもんね、説明で。ずっとね、ペコラちゃんと喋ってたんだけど、飲み物持ってきてなくて。どうぞ、ペコラちゃんの話、喉乾きますよね。うるせえペコなんだよ。ちょっと、電車乗らね、電車先に二人で。で、先に感想言っちゃおうよ、感想先に言ってさ、乗っちゃったみたいな感じしようペコ。いいよ、先行っていいよ。二人乗りじゃないの？先乗っていいよ。ペコラちゃん先に乗っていいよ。いや、あんた先乗って、あんた先乗って。ペコラちゃんが言い出しっぺでしょ。うるせえペコ、早く乗れペコだよ、早く。口悪い。こんなアイドルちゃう。はい、それじゃあ列車行こう。じゃあペコラも今行くね。おお、え、すごいこれ。おお、いい感じ。わあ、おしゃれな道を通って中に入って、お、これ大丈夫なの？おお、すげえ。え、これ大丈夫なの？え、どうしたの？あ、やべ、水の中に入っちゃったべこ。え、ペコラちゃんいなくね？いる。死ぬんだが、これ死なない、頑張れ。なんで死なない？ああ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 あ
は？あー、戻ってきて大変なことになってるよ。今どこにいるの？わからん、わからん。あ、やばい、とわちゃん裸になっとる。やばい、さあ先輩、戻ってきて。ソラ先輩と一緒。ペゴラちゃんなんかすごいふざけてましたよ。違う違う違う、今ちょっとやばい。ちょっと待って、ソラ先輩ちょっとこっち今来ない方がいいかも。え、ちょっと待って。見てここ花畑作った。いやこれ本当にトレインの途中。かわいいペゴですね本当に。そこここ花畑じゃない、花壇とか作って。ソラ先輩ちょっと行かない方がいいかもまだ。あ、いや、あ、ちょっと。あれアンキモ？あ、ちょっとやばい、アンキモ？なんか知ったような感じで大丈夫大丈夫って。いや、なんで知ってたんすか。あ、やばい、ちょっと、謝んなきゃ、やばい。さあ先輩先に、はい、ペコラちゃんが違う、バカ、ちょっと、なんかとは二度目だぞ、お前。二度目だぞ。ペコラちゃんが全部なんか、はい、あのほらこうやって殴ってくる二度目だよ。ことねえねえ、この光景なんか見覚えなかったりする？とわちゃん見覚えしかないけどね。なんでペコで、え、もしかしてバレてる？ちょっと待って、バレてる？ポポポーン。第2回ガチでソラ先輩本人を呼んでみたドッキリでした。チャッチャラー、イエーイ。どう、ま、騙されたペコ？だった、全然騙されないペコ。なんでペコで、ソラ先輩騙されてくれなかったペコなんだけど。なんか途中から感じてたよね、なんかやっぱこのメンツだ。ちゃんのテンションもうえぐいって。えぐ？え、マジ？え、あれどういうテンションだったらよかったペコ？どういうテンションだったらよかったの？もうちょっとローな感じよ。ああ、もっと低い感じか。いつも通りだったらよかったってことだよね。高すぎた。そう高すぎた、やっぱり。ちなみにとはもう裏でやろうみたいな感じなので、絶対もうそれだから。そうだよね、裏でやっておかしいもんね、よく考えたら。しかも案内してもらおうってなかなかない光景だよね。ないない。なんでその2人してダメ出しするペコなんだよ。これはね、トアもね、意外に悩むとこであって、そう、騙される側も、うん、これはちゃんとうまく騙された方がいいのか、それとも騙された方がいいのかみたいな、その究極の二択に迫られるところを、ちょっとどうにかこうにか頑張ったんですけど、どうでした？いや、あんたも素晴らしかったよ。